その2011年に、まあ、お父様が、ご父様が最後にコディアックに来られて、まあ、まあ、それがご父様にとっては今のところ最後のコディアックのご訪問となっておりますけれども、まあ、その時にその、まあ、そうですね、餌を準備し忘れたりするようなまあキャプテンとしてはやってはならないような僕をやってしまったまあ私に、まあ、ご父様がそのお父様が私はまだまた来るからあの準備して待ってなさいと言ってくださったそのお父様のまあ御言葉を、まあ、やっぱし私としてはその何としても果たしたいという思いはありました。しかしそのお父様が2012年ですかそのまあ逝和されて結局まあどんなに本人が来たくても霊界に行かれたら実際に釣りには来れないじゃないですか。まあだから外的に見たらまあお父様がもうコディアックに来られることはまあなくなったわけです。だからそのまあ待っていなさいって言われてもまあもうね待つ人もよまあ、お父様が来られることはないというのは分かってるんですけど、でもやっぱり情的には、ね、お父様が必ず行くから、ね、準備して待ってなさいって言われてし、まあ、イエス様だって私はまだすぐ来ると言われて結局2000年後に本人じゃなくてまあ別の方が来られたという感じだから、まあ、とにかく何か意味あるんだろうなというふうに、まあ、ちょっとそこは受け止めるしかないなと思って、そしてあの、まあ、結構私はあのボカもよくやってるんですね。ボカというか、なんか閉じるっていうんですかね。なんていうんですか。日本語ちょっと出てこないんですけど、まあよく失敗もしてて、その一番大きな失敗というのは、あの南米というかあの南極海というところであのオキアミっていうのがいますよね。あの餌にしたりする。そのオキアミをあのうちの船が取ってるそういう設備がありました。それはトップオーシャンというあの船を使ってロシアの方からロシアっていうかソ連時代のその船をオキアミ船を5台安く買い取ったらしいんですけど、まあなんか船底の方にはなんか CIA のあ CIA じゃなかった KGB の隠れ家があるそういうような船だったらしいんですけど、まあとにかくその売りに出されているオキアミ船の中では、まあ、一番安かったという感じでそれを5台教会側で買い取ったんですけども、まあ、お父様の願いは最新鋭のいい船をとにかく買えっていう話だったんですけど、まあ結局一番安いまあ船を買ってしまったというのが現状でした。だから本当だったらまあ最新鋭のもうすぐにでも釣りに行けるような船を買ってすぐにでもフィッシングを始めてすぐにでもというのがお父様の願いだったんですけど、でも実際にそのまあボロ船を買ったからそれを修理しないといけないと、そして5台も買ってもその修理に時間かかるからやっと1台目が修理が終わってまあフィッシングができるというそういうまあ状況になったのが2003年ぐらいですか。そして2004年にその海洋設備チームがあのその南極海のオキアミフィッシング体験に行くって感じでまあ行ったんですけど、まあ私はその時あのコディアックの方でフィッシング あのサポートしてたから私はまあ行く機会がなかったんですよね。で井上さんとあとその3人の韓国の先生方がまあ南極海に行ったわけですよ。40日間もう相当大変だったみたいで、あの他の韓国の先生はもう素直だからもう二度と行きたくないっていう感じで言われたんですね。でまあというかお父様は証ししなさいということで井上さんがあの証しをしたわけですよ。その証しが素晴らしかったんですよ。もうみんな本当に感動した。もうちょっとその時のビデオがないかなと探してるんですけどちょっと見つかってないんですけど、本当に井上さんというのは証しとかそのすごいいいんですよね。まあ、別の井上先生の証があるんですけどそれを見ていただければ本当に感動するようなそういう証なんです。まあその井上さんがあのその南極海の証オキアミフィッシングの証をしてもう とにかくご父様はすごい喜ばれたわけですよ。だからその井上さんに「よしそんなに感動したならもう一回行ってこい」って感じで井上さんはさすがにそれはうわーって感じだったらしいんですね。そして、まあ、お父様は
まあ、私も行ってなかったもんだから、鍵山、お前も行ってみたいと思うだろうって感じで、行けとは言われないんですね、お父さんは。命令はされないんですよ。むしろ行けって言って命令されたら、私も素直に、はい、わかりましたって言うんですけど、行きたいと思うだろうっていうふうに聞かれちゃったもんだから、それに対して馬鹿正直に答えちゃったんですね。あ、もちろん行きたいです。でも今は釣りのあれがありますから、今は行けませんって言ったら、それ以来その話は一切 まあお呼びがかかることもなく、それどころか、その後、その海洋設立チームの方は、ヨスの修練会が始まって、そのスタッフとして選ばれてヨスに行ったんですけど、結局私はコディアックに一人取り残されてしまって、いまだにコディアックにおります。 だからお父様から何か言われた時に、それを悟ってうまく答えないとダメだっていうのを、まあ先輩家庭から聞いてて知ってたはずなんですけど、なんかやっぱしちょっと馬鹿正直なのか まあうまく答えられなくて、本当に まあちょっと失敗したなとも思ってますし、それ以来なんかお父様がちょっと私に冷たくなったのか、私のいないところで、ノースガーデンでお話しされた時、鍵山いつはダメだ、もう全然冒険しようとしないって言って、もう井上がいいんだって、俺は鍵山を認定しないなんて韓国語で言われてるんですよね。で、なんか韓国の先生が、ちょっとお父様が鍵山のことを言ってたけど、後で聞いてもショック受けるなよなんて言われてたんですよね。でも韓国語だし、わしも分かんなかったから、それでヨスにいる渡辺さんという兄弟に、その韓国の内容をちょっと翻訳してくださいってお願いしたんですね。そしたら渡辺さんから、ショックを受けないでくださいよっていう感じで まあ翻訳してくださった内容を聞いたら、もうそんな感じで、もう私は鍵山を認定しない、あいつは冒険をしない、ダメだって もうやれって言ってことを全然やらないとか言って、本当ボロクソにこき下ろされました本当に。まあそれもメシアから叱っていただける立場っていうのはなかなか貴重だなと思って、まあ感謝して受け止めたんですけど、まあちょっと まあ少しショックでしたね、本当に。まあでもそういうこともあったけど、結局やっぱりサラミオプタですよね。人がいないから、結局私がいなくなると他にやる人がいないっていうのもあったんだと思いますけど、そのままコディアックに、居続けたというか、居座って、フィッシングのお世話をさせていただいたんですけども、最後にご夫様が来られて、お父様が、都合7日間いらっしゃったんですよね。それでフィッシングは最初日から6日間、8月1日までフィッシングを毎日されて、最後にフィッシングを終えられて、もう降りられる時、本当にお一人ではもう歩けないような感じで、周りから2人のぐらいの方から支えられながら船を降りられたんですけど、その降りられる時に、私に向かって、ご苦労様でしたって言ってくださったんですよね。その時に、ちょっと許されたかなという、ちょっと感動したんですけども、それまでお父様から直接そういう、お褒めの言葉というか、ねぎらいの言葉をかけていただいたことはなかったので、それが最初で最後となりましたけども、本当に、それでも少しは、なんかお役に立てたのかなというふうに、感謝することができました。それが結局お父様との最後の思い出になったんですけども、その翌年、お父様が逝和されて、私はまた帰ってくる、来られるというふうに言われたから、これは何か意味あるんだろうというふうに受け止めて、とにかく準備はしてないといけないと思ってたんですけど、そしたらその ISA、 そのお父様の船を、その時のお父様の船を管理してたのは ISA というその例の会社なんですけど、そこが結局神山会長のトゥルーワールドマリンからその船を買い取って、それをご父母様が来られたら使うという感じで準備していた、その船で、お父様がフィッシングをされたわけですね。そして、結局お父様が逝和されたから、じゃあこの船はもういらないじゃないかっていうような感じになって、じゃあもう陸に上げてとにかく売れるまでしまっておこうという感じの話になっちゃったんですよね。それで結局私が船の、世話係みたいな感じでやってたから、リー社長から、じゃあ鍵山その船を上げて、もうちょっと相当港から離れてる、いろんな物置みたいな場所があったんですけど、そこに船を持って行ってそこにしまっとけって言われたもんだから、ちょっと私もちょっとカチンときて、いやお父様がね
とにかくいつ来てもいいように準備しとけって言われたし、船を上に上げてしまったら使えないじゃないですか。だから自分にはそんなことはできませんっていう感じで、まあ、拒否したら、そしたらまあちょっと、まあ、韓国の方っていうのはやっぱしヤクザが多いじゃないですか。ちょっと凄むような あんな感じで、まあ、自分の言うことを聞かないんだったらもうやめさすぞというかいうような感じで、まあ、ちょっと脅されたんですね。わしもカチンときて、まあ、やめますよ、自分からやめますって感じで、まあ、自分からやめちゃったんですけど、まあ、それでうちの経済はひどい大変になったんですけど、ね、まあ、ちょっと招待者が頑張ってくれて、なんとか生き残っておりますけども、まあ、2012年だからお父様がご世話された後の9月の終わりぐらいですかね、28日ぐらいに、まあ、その ISA という会社をまあ辞めて、それでまあ、結局その船を上げてしまうのかなと思っていたけど、結局まあ社長もなんかちょっと気が変わったのか、まあ、船を上げずにそのまま残しておいたんですね。それで結局 ISA の方の、まあ、お客さんなんかが来た時、釣りに連れていく時も、まあ、インシュアランス保険の関係で運転できるのが私しかいなかったらしくて、さすがに ISA も困って、私にまあちょっと泣きついてきたとか、ちょっと運転してくれって言って、それでまあちょっとお金をぼったくってその ふっかけて 運転して、まあ、それで少しお金を作らせていただいたんですけど、まあ、そうこうして船をまあ、なんですかね、それから2、3年はまあちょっと使うことができたんですよね。まあ、それでも、まあ、リー社長もクビに。リー社長はもともとそのご父さんに対する心情は良かって、その、まあ、なんていうんですかね、あの時にまあ一応三男さんの、意向を受けて行かなかったけど、それをすごい後悔しておられて、なんで自分はあの時まあ行かなかったんだろうってすごい後悔しておられたんですね。だからまあ結局 ISA もなんとかご父さんの方に戻したいという思いもあったのか、とにかくそのトゥルワードグループの、その上の方とよくぶつかるような感じになって、最終的にはクビにされちゃって、まあ、ISA を辞めてつかクビにされて、まあ、コディアックを出ていかれたんですけども、その時まあお見送りしたら、やっぱし自分は本当に申し訳ないことをしたって感じで、すごいまあ悔い改めておられたんですよね。だからまあ何とかしてご父さんのお許しを受け入れたらいいなとは思ってたんですけど、まあその後お母様の方にお許しを受けいただいて、まあ、チョンピョンで40日修練会に出て悔い改めて、そして古文堂の、まあ、責任者になったという話を聞いて、まあよかったなとは思っています。まあそういう関係で、その ISA もその、まあ、うちのなんですか、設立としての、役割からは全く外れてしまったんですけども、だからその34フィートっていうグッドゴイよりも一回り大きい船なんですけど、それはエンジンが2つついてて、まあ、結構安定した船で、値段もグッドゴーは15万ドル、その船は35万ドルという、まあ、ちょっと破格の値段だったんですよね。ですからまあ、普通のチャーチでは買えないから ISA が買ったわけなんですけど、まあ、その船も結局売られてしまうことになって、売り出たんですよね。で結局外の人が買っちゃったら、もうお父様が最後に乗られた船といっても、もう我々の手の届かないとこ行っちゃうから、困ってたんですけど、まあクリスというその兄弟がその船を自分で買い取ってくれて、今オーシャンチャインとかにも使ってくれてるし、とにかくまあ少なくとも我々の手の内に、まあ、その船が今残ってるんですけども、まあそんな感じで、そのなんですかね、私もまあ晴れて ISA から解放されて、まあ、自由の身分になれたもんだから、まあ、オーシャンチャレンジにもその後また投入して、とにかく、まあ、アメリカからの参加もそうだけど、日本とか韓国とかそういうとこからも若い人を呼びたいということで、まあ、声をかけて、日本からは2013年にエバラ君という2世の兄弟、そして2014年には高橋由紀ちゃんという、まあ、新興市場ですか、だからヤコブっていうんですか、その女の子が来て、あと2015年はミョンさんの娘さんのジョンミちゃんですだけが来て、2016年には名古屋にいた八代航基君というやっぱ2世の男の子、まあ、今まで4人の、人が日本から参加してくれて、でも彼らも参加するとすごいまあ、復活して、特に江原君とユキちゃんを中心に、日本でも JOCP っていうか、ジャパンオーシャンチャレンジプログラムっていうのをやって、
2014年にやって、それは井口さんとか木村さんとかそういう人たちも巻き込んで、結構あの参加人数は少なかったんですけども、まあすごい盛り上がって、これをまあ契機にその日本でもオーシャンチャレンジとかオーシャンチャーチの活動を始めたいという感じで盛り上がって、まあ、あの私も Facebook というのをよくやってるんですけども、そこであの天正号っていうあの、ね、あのお父様が1963年に作られた船があるんですけど、その名前をいただいて、その天正号というグループを作って、もうとにかく海洋設理に関心のある人をどんどん招待して、まあ、そこで本当に言いたいことを言ってるんです。もうそれはもう何て言うかな、協会関係の人が聞いたら怒るような内容もしてちょっとそのグループの人以外にはあの話してないようなことなんですけど、まあそういうグループを作っていろいろ日頃言いたいことをぶちまけておるので、もし興味がある方がいらしたら後で言ってくださればご招待いたします。まああのとにかくそこで2014年に日本でもオーシャンチャレンジをやったということで、それから日本の海洋設備も進展するんじゃないかと期待したんですけども、でも実際その後の発展がなくて、まあそれはそこで終わっちゃったんですけども、まあその時始めたその天正号グループというそのフェイスブックでコミュニティでまあいろいろ情報を発信させていただいております。そしてまあオーシャンチャレンジはだんだんそのまあなんですかね、まあアメリカの教会にも認知され始めて、2014年からはその教会長とかバルコム教会長とかそのいろんなアメリカの教会の重役上役みたいな人たちが参加してくれるようになったんですね。そしてあの大陸会長だったキーフン、ドクターキムですか、キーフンキム会長とかも参加してくださり、あとビジネスのリーダーもいろんな方も参加してくださったり、もちろんオーシャンピース の, あのスポンサーのマイクさんも毎年参加してくださったり、だからその今までオーシャンチャーチというのはお父様があれだけ重要だ重要だと言われても、いわゆる HSAUWC というかあのユニフィケーションチャーチの教会の側とは全くその関わりがなかったというか、教会側は全くオーシャンチャーチには関わりたくないっていう感じだって、それでまあ事業体の方があのオーシャンチャーチ海洋設備をサポートするという形で関わってたんですけど、それも結局トゥルーワールドグループが あっち行っちゃうことで全く関わりがなくなって、本当にあの教会事業体オーシャンチャーチという3つがバラバラになってたんですね。でもそのオーシャンチャレンジを通して初めてそのバラバラになってたその3つの団体が、まあ、あの一堂に会することができるそういう場がまあ開かれて、まあ、それからあのですかね、あの2世たちが自分たちでそのオーシャンチャレンジの責任を持って自主的にやってくれるようになったんですよね。まあちょうどね、子供が成長してだんだん自立していって親元を離れていくというそういう感じじゃないですか。まあ親としては嬉しいんだけどちょっと寂しいという思いがあると思いますけど、まあ、そんな感覚を今ちょっと味わってるんですけど、だから、2019年から私もそのオーシャンチャレンジの方のスタッフから外れて、まあ今はまあ、一市民みたいな感じで見守っているような立場です。まあ、時々証しをさせていただいたりはしてますけど、まあ、そういう感じでそのオーシャンチャレンジ自体があのその教会ですね、あのいわゆる日本で言えば本部教会ですが、本部教会の 主導のもとにその行われるようになったと。それはすごい喜ばしいことなんですけども、でもそれはある意味なんですかね、あのやいなんていうんですか、諸刃の剣っていうんですか、あの結局教会がその気になったらすぐ潰せるわけですよ。今までは我々がやってたから教会側にその潰す権限はなかったけど、今教会側がその、まあ、主体的にやってるから、もし教会側があこんなことをやる必要ないというふうに思っちゃったらそれがなくなってしまう恐れもあるわけですね。だからまあ嬉しい反面ちょっと怖いなという思いもしておりますけども、でも、まあ、2世がとにかく主体的にやってくれ始めて、まあ、すごい希望を抱いております。あの海洋設理の歴史を見ていると、本当にあのモーセの、ね、エジプト苦難露呈というか荒野露呈40年のあれとそっくりなんですよね。一世はもうなんかたらたら不平不満を言ってエジプトに帰りたい、あれが食いたい、なんだかんだって文句ばっかり言ってて、でも最終的にね、あの分別されるじゃないですか。もうそして文句ばかり言ってた設置はなんかまあいなくなってしまうというか消されてしまうというか、
そして最後に信仰的に支えたヨシュアとカレブと、あとアラノで生まれた2世たちが、まあ、最終的にカナンに入っていくと、まあ、なんかそんな感じなのかなと思って、本当1世も結局ご父様を何ですか、訓練できるだけ、もうできる限りの訓練を施して、結局それを受けた人たちがそれを悟って、まあ、やっていけるかどうか。そして本当に88年のお父様のお祈りの中にもありましたように、アメリカ人は逃げて、日本人は失敗して、これから韓国人にやらせる、韓国人ができないは2世にやらせるという、韓国人は確かにパク社長にしても頑張ってやってこられたんですけども、でも最終的にはそれを勝利的に終えることができずに、今それが2世に受け継がれた、そういうステージというか時代になっていると思うんですね。だから本当にこれからはヨシュアとカレブ、いわゆるこの海洋説流をやっていこうという決意している1世を中心に、もうこれから2世たちがどんどん集まってきて、彼らがそれを相続して、カナンに入っていく、我々の言葉で言えば天地国を築いていくと、そういう時代が始まるんじゃないかと思います。そして今回ですね、大陸会長の4会長が、オーシャンチャレンジに参加してくださったんですけども、第12回国際海洋修練会がアラスカ・コディアクで開催されました。天の父母様の創造摂理の現場を体験しようと、アメリカおよびヨーロッパ各地から修練生およびスタッフたちが集まりました。海を訓練の場とする真の父母様の教えをもとにした海洋基盤教育と体験活動を通して、未来の指導者たちが天の父母様の創造摂理の真の詩人として成長し、船長としての心構えと遺産を相続するリーダーシップ訓練の機会を提供しています。これがちょっとオーシャンチャレンジのサマリーで、その時に4会長が話された内容を聞いて、失礼 私もちょっとびっくりしたんですね。というのは、2012年にお父様が聖和される直前に、4会長はお父様から呼び出されて、チョンジョン宮に行かれたらしいんですよね。その時一体何を話されるんだろうかって、4会長も全然分かんなくて、とにかく緊急みたいな感じで呼ばれたから行ったらしいので、そこで2時間お父様が語られたのは海洋摂理の重要性についてだったんですよね。それでもう、とにかくあなたが海洋摂理をやらないといけないというような感じで、もう延々と2時間にわたって、説教というか、懇願されたというか、とにかくこれはただ事じゃないなって4会長は思われたんですけども、当時4会長はアジアの大陸会長で、海洋摂理とか全然頭にないっていうか、考えたこともなかったというか、そういう立場だったから、なんでお父様がその自分にそんな海洋摂理のことを話をされるのか、その時は全然理解できなかったというんですよね。でも4会長の証しの中に、1990何年 の、 そのパンタナールの国家メシアの修練会の時、4会長自身は釣りのど素人で、最初のうちは全然釣れなかったと。で、全く釣れないもんだから、もうとにかく条件を立てて、その、4会長のスローガンは生成ですよね。生成条件を立って、とにかくそれに臨んだら、だんだん釣れ出して、最終的にはもう一番たくさん釣れたという感じで、だからその生成条件に魚は食いつくと、そのだからどんな外的なその技術とか餌じゃなくて、とにかく生成を条件を積み立てると魚が食いついてくるんだというのを、なんとなく体験できたというふうな、それが4会長にとっての海洋摂理に関しての体験談というか、経験談だったんですけど、でもその時にその2012年に呼ばれて、お父様からその海洋摂理に対して、もうとにかく2時間にわたってお話を受けて、なぜ自分がその海洋摂理にそんな、お父様からその話を聞くのか、もう全く理解できなかったと、そう言われたんですけども、今回今回というか去年ですよね、去年の10月の中頃に、4会長がお母様からの人事でアメリカ北米の大陸会長として赴任してこられたんですね。で、1900それはあ2020年の10月ということは、
その1980年の10月1日にオーシャンチャーチがお父様によって創立されてからちょうど40年後だったわけです。ところがお父様はその時描かれたビジョンというのはオーシャンチャーチを通してもうアメリカを大発展させてもうそれこそ世界の復帰を完成させるぐらいの勢いだったんですけども、結局それが全然進まないどころかもう最後の方はオーシャンチャーチはなくなってしまったというか、そういう状況ですね。だから40周年をオーシャンチャーチ40周年は祝われることは全然なかったし、まあ、それに対して関心を持たれることもなかったと思うんですけど、まあ、それぐらいまで落ち込んでしまったんです。そのタイミングでお母様がヨン会長をまあアメリカに人事されたわけですよね。それでまあヨン会長もアメリカに人事ということで、とにかくアメリカに足りないものは何かということで、やっぱりそのチョンソンですか、生成条件とかその心情でご父様を愛する、心情で天のご父様を愛する、そういう情のつながりというのがアメリカには薄いなと。まあ韓国の方は情の文化と言われますし、本当にその情が厚いっていうか、だから韓国の人たちというのは情でそのご父様につながり、その、ね、天のご父様につながってる世界が強いんだけど、まあアメリカのシックはなんかそういう面がまあ、足りないんじゃないかということで、まあ、モーニングディボーションという、まあ、皆さんもひょっとしたら聞かれたことがあるかもしれないですけど、毎朝6時からニューヨーク時間の6時からズームミーティングでまあ、シック参加できるシックが集まって毎日やってるんですけど、それに4会長は毎回出られて御言葉を語っておられるんですね。だからそれこそ聖日礼拝の説教を毎日やられてるような感じなんですね、朝。だから、まあ、それだけでもすごいなっていう感じで、まあ、みんな感動してるし、我々はまあちょっとアラスカで4時間時間が違うから朝の2時になっちゃうから、私も2回ぐらい出たんですけど、さすがにあときついからもうレコーディングで朝6時からまあ見てるんですけど、その2回出た中の1回目にまあ、たまたま後ろ田直君教会長とちょっと顔見知りだったこともあって、私がいるのを目ざとく見つけられて、お祈りしてくださいねと頼まれて思わず海洋摂理の重要性をお祈りしてしまいましたけども、まあそれがそのなんですかね、ズームで参加した体験ですけど、まあとにかく何が言いたいかというと、その4会長というのはそのまあアメリカに足りないことをそのモーニングディボーションを通してその兄弟姉妹にとにかくまあなんですか、培ってもらいたいというか復帰してもらいたいとか、そういう思いがすごいあって、本当に毎朝精誠を尽くしてくださっておられます。まあ、そしてその4会長が今回オーシャンチャイニーに来られて、その2世たちがもうすごい復活するんですよね、オーシャンチャイニーに参加すると。その復活している2世たちを見て4会長もなんかその2012年にお父様から言われたそのなぜ海洋説が重要なのかというのが、まあなんですかね、頭で理解するというよりももう情で理解できたというか、あこういうことだったんだと。このオーシャンチャレンジみたいなその活動を通じてとにかくいろんな人が復活していくと、それを通して、まあ、結局伝道につながるという、まあ、オチなんですけども、とにかくこれで摂理を進めていけるという感じで、そしてそこで4会長がみんなの前で話した内容は、もう海洋摂理を理解していないのはシックじゃないという。本当のシックだったら、うん、ね、誠のご父様を理解しようとしたら海洋摂理を理解しないといけない。 I think if you do not involve in ocean providence, you do not know who is father, you do not know who is mother. I think best way to train up, especially our second generation, ocean providence. そこまで言われたから、これ本人が言ってるのか霊界から言わされてるのかちょっとまあ分かんないんですけど、そんなこと言ってた大陸会長レベルのリーダーとか、まあね、国家レベルの教会長とかそういう方はいらっしゃらなかったですね、私の35年の経験でも。どちらかというと、もちろんみんなの前ではいい格好しますけど、まあね、お父さんがいらっしゃらないところではもうそれ以外の例えば経済復帰とかね、牧師伝道とか、まあ、そんな感じ、まあ、その地に足がついた設立みたいになっちゃいますけど、まあ、本当に、まあ、そういう面では多分4会長ご自身もそのなぜお父様からその2012年に自分にその2時間にわたってその海洋設置の重要性をお父様が伝えられたのかそれが分かんなかったけども、まあ、今回来て
まあ、オーシャンチャレンジに参加して、オーシャンチャレンジに参加している2世たちを見てそれが分かったというか、まあ、それを聞いた時私が思ったのは、その2011年に私はまた来るから準備して待ってなさいって、そう言われた、その、まあ、お父様ご自身は来れなくても結局イエス様だってね、別にイエス様本人が来られたわけじゃなくて別の方が来られましたよね、まことのご父様が。同じようにやっぱりご父様は別の誰かを準備して、それをその方を時が来たら送られるんじゃないか、送られたんじゃないかというふうに、まあ、悟ったというか、そしてまあ、その方が、まあ、4会長じゃないのかと。だから、まあ、ちょっとアメリカの今海洋設備は、まあ、もうこれ以上落ちることはないというレベルまで落ちてますから、これからはまあ上がっていくだけだろうと思ってますけども、まあそういうふうに大陸会長レベルの方がその海洋設備に対してすごい並々ならぬ関心を抱いておられるし、それを絶対勝利するというような決意表明まで、ね、パブリックでの前で決意表明されてますから、まさかきれい事じゃないとは思いますし、だからすごい今期待しているところですね。そして、そうですね、まあ、本当にお父様がまた帰ってくるから、まあ、準備して待ってなさいと、まあ、結局その準備というのが、まあ、普通ね、釣りに来られて私はまた釣りに来るから準備してろって言ったら釣り具とか船とか準備するって感じなんですけど、その時お父様が言われたのは、私はまた来るから、ね、必ず来るから準備して待ってなさいって言われた、まあ、別に、まあ、釣りに来るとも言われてないし、まあ、実際にね、お父様自身が霊界変えちゃったらお父様ご自身は釣りには来れないし、まあ、とにかく準備して待ってろっていうのは、結局いつそのお父様の代わりの人が来られてもいいように、まあ、とにかく準備してろということだと、まあ、思ったんですね。ですから、まあ、まあ今の自分にできることはそのオーシャンチャレンジを少しでも発展させて、とにかく2世とかいろんな特に若い人たちを訓練して、そのなんですかね、その新しい指導者が来られた時にその方を受け入れる基盤を、まあ、作っていくことだったんだなと、まあ、その四会長の御言葉を聞きながら、まあまあ、私もすごい、まあ、そのやってきたことが無駄ではなかったんだなというふうにすごい、まあ、感動したというか、まあ、自画自賛じゃないんですけど、まあ、自分に対してよく頑張ったって感じで、まあ、褒めてあげたいような気分でしたけども、でもそれ、まあ、なんだかんだ言ってもこれから何が起こるかなんですよね。で、まあ、最近なんですかね、まあ、海洋平和の方が日本の教会からはちょっとバッシングっていうか、まあ、なんかすごい扱いを受けているという話をよく聞くようになり、LINE のグループでその環太平洋海洋協会という、まあ、伊地知さんとか昔 ISA にいた、80年代に ISA にいた日本の兄弟が3人ぐらいが集まって作ったグループがあるんですけど、そのグループに今参加者が60人ぐらいいて、まあ、結構2世たちもいて、海洋設備に対してすごい関心というか、もうなんか やっていきたいと。ある2世の兄弟、元江君という兄弟はもう人類の飢餓問題を自分は解決するんだって YouTube でなんか動画にして決意表明なんかしてて、おすごいなって思わされましたけど、まあ、そういう兄弟もいますし、まあ、すごい希望的な、なんですかね、日本でも少しずつなんかそういう芽が芽生えたというか、まあ、ご父様がまかれた種が少しずつ育ってるんじゃないかなというふうに感じますね。ですから本当にまだまだそのやっぱり、ね、日本の本部の方が、まあ、ちょっと頑固な方が多いんでしょうけど、なかなか大変な状況だと思うんですけど、この今治にもその船が来年入るということを聞いて、やっぱり船があれば、その船というのはちょうど何ですかね、エジプトの荒野露呈で言えばタワナクルっていうんですか、幕屋ですか、そういうもんだと思うんですね。だからそれがあるとないんじゃまた全然違うし、とにかくその船を活用して海に行くことを通していろんな人がつながって、また海に行くとやっぱりそういうお父様の海洋に関する御言葉っていうのが、まあ、なんか素直に入ってくるというか、
納得できるというか、まあ、そういう世界を体験できると思うんですね。やっぱり陸にいてただ話だけ聞いても、あ、いいこと言ってるけど、ちょうど私が40年近く前に最初に統一原理聞いてると、あ、いいことは言ってますけど今の私には関係ありませんって、そういう感じになりやすいんですけども、でも実際に海に行って、その海から、まあ、潮風を受けながら、潮水かぶりながら、そういう体験をしながら、まあ、受けると、なんかそれだけでも全然情的に違う世界もあるし、だからその今治にその船が入るということが、まあ、私もすごい嬉しいというか、だからまあ本当に皆さんもどんどん海に行って、皆さんのお子さんとかお子さんの友達とかね、どんどん海に連れて行って、とにかく海でその天のご父様と誠のご父様に出会えるような、そういう機会を作っていただけたらと思います。本当に今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。質問とか聞いてみたいなということ何かありますか？いや、今のアラスカの生活というか、どんなことしてらっしゃるのか。あ、私ですか、はい、フリーターです。いわゆるニートです。もう奥さんに奥さんの紐をやっております。まあそうですね、私の何ですか、歩みっていうのは一つの基盤を作り上げたら、そこから追い出されてるんだけど、そこを他の人に譲って次の設立進むという感じで来ましたから、まあ釣り具屋の時もそうでしたけど、コディアック人事になる頃にはもうその釣り具屋のなんですかね、責任者のが別の方がやっておられて、まあちょうどいいタイミングでコディアックに人事になったなという感じで、でコディアックでまあオーシャンチャレンジの基盤がまあ出来上がったら、今度2世がそれを受け持ってくれて、まあ私は一応引退した形になって、それでこれからどうするかな、まあ日本に帰る道もあるかななんて、まあそういうのもあって、去年家をもう半分ぐらい腐って床がダメだった家をリフォームして、今一応床だけは直して、まあ人が住めるような状況に今したんですけど、まあ帰ってくるという方法道もあるのかなと思ってたんですけど、まあ今回4会長が来て、もう海洋潜水が自由だなんて言われるから、なんかこれからまた起こるんじゃないかなという期待感にはちょっとまあ震えておりますけども、まあそうですね、今はこの世的に見たら本当負け組の一人でございます。はい、あといいですか、あ、はい、ですね、これまでお父様が、いろんな多くの設備あるいは会社を作ってきました。そういう中でお父様が本当にこの海洋設備というものを作られて、その海洋設備というものがこの全体の設備、これまでの設備とまた海洋設備、また違った意味合いがあるんじゃないかなと思ってるんですが、その辺の違いっていうのは、ちょっと、どう捉えられるか、お伺いしたいと思います。はい、じゃあ、これは私の個人的な見解ですから、まあ、オフレコでお願いいたします。まあ、海洋設備ということを考えるときに、もし、アダムとイブが堕落してなかったらどういう世界になるんだろうかということをちょっと考えてもらいたいんですよね。アダムとイブが堕落してなかったら一体どういう世界ができたのかと、まあお父様が、まあ、言われたらしいんですけど、公式的に私も御言葉を発見はできないんですけども、もし堕落してなかったら人類はね、陸に行かずに海に行ってたと、そういうふうに言われてるんですよね。というのは、まあ、陸というのはまあ揺れないし、まあ一応その頃は自然にいろんなものがなってただろうから、まあそれこそ簡単に食料を得られると。ところが海っていうのは、まあ、船で出たら揺れるし、まあ、大変だし、まあ、魚も、ね、黙ってたって飛び込んできてくれないですから、釣らないといけないと。だから、まあ、ある意味では、まあ、陸の生活よりも海の生活の方が大変だけど、でも実際はその海の方がそのなんですか、いろんな、まあ、なんですか、魚にしても海藻にしても海のものは全部食べれるって言われてるんですよね。そしてそれはすごい体にいいんだと。だからもし人類がその最初から海に出て海のものを食べることを主体としていたら、もっと健康になってただろうと思うし、またその海で生活をすると結局ゴミなんか放り投げれないじゃないですか。そのもうすぐ
浮かんで、なんかそのゴミが自分のところに帰ってきて、ね、今プラスチック海洋プラスチック問題とかやる、まあ、そんな感じで、だから海で生活をするとやっぱりそういう何て言うんですかね、まあ、倫理的にも何て言うんですか、きれいに海を保たないといけないという、もちろんあの堕落してない状態ですから、人間自身の本心が高いからそういうことはないと思うんですけども、だからあの本来ならば人間は海に出て、まあ、海洋とともに生きるのが本来の姿だったと。しかし堕落によってより楽な陸地に、まあ、逃げてしまったと。そして、まあ、その楽なはずの陸地でもその、ね、額に汗しながらもう食べるための苦労をしないといけないというのが今の世界というか、それこそ生活のためにはあの、ね、あの仕事をしてなんかお金を作らないと生活できないじゃないですか、まあ、今私それやってないから何も言えないんですけど、まあ、そういう感じで本当に苦労してお金を作ってやっと生活の糧を得てその生活していく、そういう世界になってしまったんですけども、まあ、お父様はその状態のことをあの奴隷労働だって言われてるんですよね。そしてあのそうですね、あの2000年になったぐらいですかね、あのとにかくあの1994年ぐらいの時にはその趣味産業という言葉をあのお父さんが言われて、それまではまあオーシャンチャーチという設立、まあ、オーシャンチャーチが中心でその海洋設立をやってこられたんですけども、その時をもってその趣味産業という、まあ、ちょうどあの統一教会から家庭教会に変わったぐらいのそんな感じなんですね。ですからあの設立のレベルがまあオーシャンチャーチというまあまあ、いわゆるチャーチ的な存在から海洋趣味産業という、まあ、一つ上のレベルに上がったんじゃないかと私は個人的に考えたんですけど、そのだからこそあのボートの製造がより盛んになり、まあ、釣り具屋も始まって、まあ、お父様は私には釣り具も作れって言われたんですね。というのはあのその2000年にそのウィークフィッシュを釣って見せた竿が、私が持ってた竿が私が自分で作った竿で、その時あの補佐官をやっておられたユン・キビョン先生が、おすごい竿だなって感じでご覧になって、これは鍵山が自分で作ったらしいですよって言ってお父様に紹介してくださって、そしたらお父様がおおって感じでじゃあ私の竿も作れっていうような感じで言われて、まあ、その後お父様用、お父様とお母様用のサーモン用の竿とかストライバス用の竿を、まあ、お作りしたんですね。まあ、それを使っていただいてすごい喜んでいただいて、まあ、そういうのもあってそのなんですか、海洋趣味産業の時代にまあ入ってきたと。そして2000年に入って今度は海洋趣味生活の時代、いわゆる本然の生活というのは、まあ、人間が楽しみながらあの生活していき、その楽しみを通して、まあ、いわゆるあの生きる糧を得ると、まあ、あの堕落しなかったら人間には宗教とあのお金は必要なかったと。ただ堕落したがゆえにその外的にあのその堕落した人間を支えるのがお金であり、その内的に堕落した人間を支えるのが宗教だったと言われているんですよね。ということは本然の世界にはあの宗教はないしお金もないと。ただ、ね、あの天の御父様との親子関係で、まあ、その情の通じる世界だから、その父様の願いが分かるから、まあ、人間はまあ、誤らずにその正しい道を行くことができる、そういう生活圏だったけども、まあ、堕落してしまったゆえにそれが全てまあ壊されてしまったと。だからその何ですかね、海洋設立というのはその創造本然の生活を取り戻すための設立なんですよね。ということは第三祝福を復帰するための設立であるから、それはあのご父様にとって、天のご父様にとってはその創造設立を完成させるためのなくてはならない設立なんです。だから例えば刑の設立とかね、あの牧師伝道の設立とか、チョンボ家庭の設立とか、まあ、そういう時代時代によっていろんな設立が出てきますと思うけども、そういった設立っていうのとはちょっと一線を置いたというか、まあ、その海洋設立と呼んでることがちょっとまあ言葉的に正しいのかどうか私も分かんないですけども、まあそうですね、あの英語ではプロビデンスって呼んでるんですね。で God's Providence って言ったら神の、まあ、いわゆる人類を導いていく設立ということで、その一つ一つの細かい設立という感じじゃなくて、まあ、全体的な設立という感じなんです。だから私が海洋設立というものに対して持っているその考えは、その結局その神様の創造理想をあの完成させるため の, その手段であり、まあ、あのまあ何ですかね、まあ、手段ですか。
だから、まあ、だからこそ海洋摂理はなくてはならない、まあ、例えばいろんな、まあ、歴史上いろんな、ね、あの摂理があったりいろんな、まあ、あのことが行いましたけれども、それはその、まあそのとまあ、ある意味途中経過みたいな感じだけども、結局海洋摂理というのはその人類を最終的な地点に導くため の、まあ、あの指標であり、そのまあ何ですかね、そのまあ、目的であり、なんかですから、あのいや海洋摂理は終わったんだよなんていう人がいたら、お前アホかって言ってあげてください。本当に海洋摂理が終わったということは結局地上天国建設を諦めたということと同じことだと私は思っております、はい、ちょっと答えになったかどうかわかりますけど。はい、ありがとうございました。92年にあの祝福を受けまして、93年に、アメリカはニュージャージーの方に行きまして、で93年のオーシャンチャレンジに、本当にオリジナルのといいますか、そのオーシャンチャレンジにスタッフとしてあの参加させていただきました。本当はあのオーシャンチャレンジの参加人としてあの参加したかったんですけど、まあ、それがちょっと難しくてスタッフとして、まあ、その時はあの、何ですか、ちょっとした小物とかをあの売ってあげたりとか、あとはもう朝食の準備なんですけど、あの5時に出航するので、その前に、まあ、おにぎりを作ったりとか、やっぱりあのその 前からも本当に起きて準備してっていう感じで、 まあ、それも大変なんですけど、それ以上にその場に参加するメンバーっていうのは本当にもう一日フィッシングをされて、もう顔はもう真っ黒になって帰っていくって感じ でその時は日本からも何名ぐらいでしたかね、あの日本からも何人かまとまって、あの若い人たちがあの来られて、そしてあのアメリカからは2世の、あのメンバーとかが参加をしていて、ちょうどその時はあのコンジニムの総大者になられたファイヤー様があの参加をされていました。でその時のことを覚えてるのは、あの本当に心情が綺麗で、うちの総大者が言ってたんですけど、本当に心情が綺麗で、こういう人はあのご父様のご家庭に入っていくんだよねって言ってたのを覚えてたんですけど、まさしくそのごとくに入っていかれて、あ本当にあの2世の教育をもされていました。本当に日本からも来られてて、あ本当に、頑張っておられる姿を見て、本当に自分がもしそれに参加していたら本当にできただろうかっていう感じもするんですけど、またまたあのオリジナルのそういうオーシャンチャレンジを直接この目で見ることができて本当に感謝でした。あの日本にいた時はオーシャンチャージというか、あの海にフィッシングに行っていることとか、お父様が行かれてるとか、もう一切そういう写真とかは見たことないと思うんですね。聞いたこともないし、本当に触れたこともないし、まあ総大者が本当にオーシャンチャージってこともあって、初めて、まあ、そういう世界に触れることができました。あの復帰されて間もなかった時に、あのその会社ですから、まだ復帰されるちょっと前で、あのその時に東京ディズニーランドがあって、そういう旅行、最初の旅行があったんですけど、まあ、やっぱりそういう旅行って言いますといろいろとあるので、それはあの行ってはダメというかですね、行けなかった。いたんですけど、大丈夫よ、その行けなくっても、ね、どこにでも行けるからって言ってアメリカまで行くことができました。あの、まあ、県から出ない自分の福島県、郡山は、あの福島県は郡山なんですけども、そこから出るっていうこともなく、そこで就職をしていたりしたので、県外に行くということは旅行ぐらい、修学旅行とかそういう時ぐらいでなかったんですけど、いきなりアメリカに飛ぶようになりました。93年にそれはあのニュージャージーというところに行ったんですけども、そのオーシャンチャレンジにあの参加をした時に、佐藤部長と一緒に、もうフィッシングにメンバーは出ていたので、
その船に合流するっていうことで、あの、まあ、30分ぐらい行ったら合流できるっていうことで行ったんですが、なかなか合流ができずに、あの、行けども行けども船一隻もなく、どうしたのかなと思いつつ、まあ、そしたらあの途中雨も降ってきて、そしてあの佐藤部長がレインコート着たらいいよって来てですね、でそのうちあの雷も鳴りまして、ものすごい綺麗だったんですね。あの大空、アメリカって本当にあの広いし、人は大きいし、食べる量も多いし、カップは大きいし、何もかも大きいんですよね。で本当に空があの、あの空ももちろん広いんですけど、そこに雷がミカミカーってなって、すごい綺麗な感動的なあの場面もあったんですけど、まあ、その時はどうやらあの道を外れていたみたいで、あの羅針盤っていうかその GPS が壊れていて、でたどり着けなかったわけですね。それでそうこうしながら、あの漁船の多分大きな船だったんですけど、それに出会って、それであの聞いて方向を転換したか、まあ、とにかく合流できる方向にってことでどん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 行っていて、それで、まあ、ようやく無線を取ったりとかしながら、でもなんか無線もあんまりうまく、あの途中で切れてしまったのか、あのもう待ってる側は心配と、もうダメなんじゃないかみたいな危ない状況だったらしいんですけど、全然あの怖くなくて、あの佐藤部長がおられたので、あの本当に信じて、全然そんなあの死ぬとかそういうのは全然思いもしなかったし、とにかくあの、まあ、信じてっていう、そういうあの出発だったんですね。だから本当にあの復帰される前もそうですけど、海は好きで、あの波の音とかすごく好きで、でもあの片やあの同級生がこう海で事故で亡くなったりとかっていうのもあって、まあ綺麗だしいいんだけれども怖い一面もあるなとか思っていたんですけど、やっぱり海っていうのはあの生死が境になって本当表裏一体してるっていうか、穏やかな海でもあるし、飲み込む海でもあるっていうか、そういう本当に、そういうのを感じました。なので本当にあのオシャンチャレンジっていうのは本当にチャレンジで、あのやっぱり一体化せざるを得ないっていうか、海の上で一隻のボートで、あの魚がかかったらその魚を釣ることに集中、まあ、一回だけあのなんかそのオーシャンチャレンジが終わって、まあ、操舵者と残ってそのフィッシングをしてた時に、私たちの船にかかったんじゃなくて、近くにいたあのシックの船にそのマグロがかかったんですね。それでグッと引っ張られて、すごいあの力で引っ張られるもんで、あのままもし自分たちのところにかかってたら、もうちょっと私はちょっと難しいっていうか、あのそういうなんか体験をちょっとだけですけど、あのさせていただきました。そしてまあそのオーシャンチャレンジが終わって、そのグロースターで、儀式をして家庭出発ということで、あの始まりました。で、まあ私たちはそのタックルショップっていうところで、あの恥、マネージャーをしてあの歩んでいたんですけど、もうあのセブンデイズウィークでもう休みはないんですね。それでもう6時からのオープンなので、6時前にはもちろん起きて、そしてもう出かけるっていう、そして帰りはもう遅い9時10時ぐらいですかね、そんな感じで帰ってきていて、まあ、それは結局もちろん佐藤部長がそういう生活をしておられて、そしてあの3家庭以上がやっぱり一緒に住んだ方がいいっていう、そういうのもあって、一つの館でシングルメンバーとか家庭を持った人とか一緒に生活をさせていただきながら会いましていただきました。あ、そしてまあ、佐藤部長のご家庭と一緒で、本当に奥様もこういうふうに行かれる素晴らしい、あの37の方はその家庭が初めてでしょうか、
そういうふうにして歩まれておられるところで間近に訓練させていただいて本当に感謝でした。振り返れば本当に愛であるというか感謝で。そして、そうですね、だから早退者は本当にもう朝は早くから夜は遅くまで、まあ、でも佐藤部長ご夫妻もそういう歩みをもちろんされておられるので、まあ、そういう歩みが当たり前っていうかですね、そういう感じで、まあ、歩んでおられて、やっぱり、まあ、家庭を持って1年翌年には子供もいたので、子供の面倒を見ながらっていうのもあるので、ありながら、そのマリーナタックルショップをしているすぐ近くのところにリバティシーフードレストランというのがありまして、それはお父様が命名されたレストランなんですけど、まあ、そこで日本人女性が3人と時にレストランから人が来てくれて、まあ、料理してくれさった方もいるんですけど、何もそういう料理をしたこともレストランで働いたこともないし、そういうメンバーがするわけですね。素晴らしいというか、やっぱりシックってすごいなと思うんですけど、でそこで歩んでる時には夏場がやっぱりメインなので、夏場にそういうレストランオープン で冬場があるわけですよね。で冬場っていうのはやっぱりレストラン自体も閉まってるので、でもやっぱりいかにしてお金を作るかっていうか、それで佐藤部長が、まあ、考えられて、日本人 このビジネスがあったので、大きなビルディングとかもあって、まあ、ビジネス街もあるので、そこにお弁当を作って、そしてお弁当のメニューも考えて、そしてお弁当のオーダーも取ってきて、1週間ぐらいのですかね、オーダーを取ってきて、そしてお弁当を作って、そしてデリバリーもするという、全部自分たちがやっていくっていう感じで、まあ、最終的にはデリバリーしてくれる人を最後のくらいの時には見つけてくださったんですけど、まあ、そんな風にしながら経済復帰、または経済だけじゃなくて、まあ、つなげていくっていうか、そういう歩みもさせていただきました。そしてまあコリアックに、まあ、人事っていうことで、っていう、そう行ったこともまあ本人は言ってるので分かってるんですけど、行ったこともなく分からなくていろいろいたんですけど、まあでも生きてるうちにっていうのが、一生のうちにそういう全然知らない、そうましてご夫様が毎年行かれている、まあ、聖地でもあるっていうか、そういうところに行くっていうことは、まあ行けるチャンスがあるならやっぱり生きているし、行けたらやっぱりいいと思って一緒に行かせていただいて、まあ、ご夫様毎年来られてたんですね。だから本当に最初行った時には、まあ、自分の子供もちっちゃかったりとかしてたので、子守とかしながらとかありましたけど、途中やっぱり、まあ、お掃除ノースガーデンなんですけど、そこでご夫様のお部屋を掃除する人はちゃんといるんですけど、それ以外にはウォンジュさんとかいろんな方々が来られるので、もうお掃除とかしたりとか、そしてまたご夫様たちが例えば何ですか、ビーチで、ビーチに行って、まあ、何かバーベキューですかね、そういうのをする時も行きたいんですけど行けないんですね。掃除の人たちっていうか片付けとかいろいろするっていうのはそういう方が出かけた時にバーッともできるので、なかなか行けなかったんですけども、でも本当に、教会長だったかな、2世のその佐藤部長の娘さんのご主人っていうか、その教会長をした時に、その教会長が何かでお母
様がなんかこんな風にしてやっぱねされることもあるっていうのでもう掃除に誇り一つやっぱりこうましてや飯を迎えるので誇り一つあのなんかないようにしようと思ってあの本当にさせていただきました。そんな感じでしょうか。最後お母様から話を。2011年ですね。2011年にあのお母様がご父様そして万年のヒョンジン様が来られて、まあ、犬を連れて来られてましたけどもその時にあの、まあ、ISA が大変なことでっていうもうあのまあよそからいろんな情報を得ていたら分かっていることでもあるんでしょうけどなんか本当に私たちはその場で現場で、まあ、そこには中心者がいてそのもとでこう歩んでいて私たちは 何も変わらなくあの、まあ、普通通りにといいますか歩んでいたらなんかこの大変なことになってるっていうかもう、まあ、台風の目の中にいるから全然そんなこと分からないわけですよね。一体何事が起こってるのっていう感じでまああの本当に、まあ何ですかね結局 ISA はお父様が本当に赤字でもあの進めてこられた場所でもあるわけですよね。それはあのお金を作るってこと以上にその設理的に重要な意味があって建てたものでお父様がもう毎年赤字でもそれが問題じゃなくって、してきたところであってあの、まあ、それもお父様私はその ISA がを閉めてもうみんな引っ越しとかなんだかんだっていう時にはもちろんそれはお父様 の許可があってやってることだと思ってたら許可なし許可がなかったみたいでお父様が本当に怒られてそれは本当にあの絶対に、まあ、取り戻すということでいろいろあの誓約書とかなんかね結局あの分別されたんですね。あの結局お父様がしてこられているその お父様に従っていくのかそうじゃないのかっていうこのあのはっきりさせられたって言いますか、まあ、それによって分別されたっていうのがあるんですけれどもそしてあの最後最後と言いますかその時にお母様が、まあ、女性だけを集めてくださってそして話をされたのにはやっぱりあのまあ豪様は全人類の父母でもあるけれどもやっぱり肉の子女でもあるっていうかだからそのご主様を本当に、うん待っておられるっていうかそういう感じでだから ISA で歩んでる人たちにおいてもあの今はそういう状況かもしれないけどそれをまあ取り戻すため の、そういう歩みをしてほしいっていうあのことを語られたんですね。あでも後々なんかあのまあなんか手紙あの後々にはなんか結局あちら側に行ったみたいな感じになってたみたいで全然そんなこと思ってもいなかったんですけど本当に私たちはあの何ですかね、中心のもとで歩んでいたんですけど、まあ、その上の上の、ね、上の方での、まあ、もちろん、まあ、私たちの問題でもあるわけですけど、まあ、そういう感じで。